性格見ようや、性格。ああ、意地っぱりな性格やって。ダメ。あ、これダメな。何のせ、何、何やったらいいん？冷静、冷静な、冷静なやつを、釣るまで終われんってこと？冷静とか控えめとか。ああ。俺もまだチャンスあるってことやろ？そう、確かに。ここの、ここの木のとこね。あ、すいません。おや？おや？今戻りました。無邪気は、みんな無邪気は、みんな無邪気は。ダメ。うわ。みんな？もう終わってんけど。もう終わり？ 7 時で終わり？せや、もう絶好のポイント逃したん。仮眠取る？これ。それぞれ。うん。2時間ずつやる。そうやな。じゃあ、ゆきくん先寝る？なら、引き続き釣っていくか。よし、頼むわ。はーい。これがもう嫌や。違う作業するこれ。じゃあダイビング行こうか。そうやな。ゆきりくん、お疲れ。お疲れです。はい、お疲れ様です。はい。あ、来た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 。それそれ。はい、捕まえました。はい、あっさりやな。探知機。オッケー。俺探知機ってさ、まあ、一応さ、俺調べたやんか、このポケモンの条件とか、すまへんかチェックしとったときに、俺これ探知機って、初めて知って、うん、みんなでさ、あ、探知機やとか言ってたやん。うん、俺それまで探吉やと思ってて。探吉ってアイテムやと思ってて。そんなアイテムがあるんや、と思ってた。でも3人でさ、みんなでダイビングでケッキケッキやっとったやん。だからもうそんなもん。で、俺が鱗。ん？ちょっと待ってよ。牙や。俺が牙？え？あ、待って、あ、違う違う、鱗や、ごめん。鱗、鱗。ゆうきりくんと同じのを選ぶねんね、俺。そうそう、鱗や、鱗や。ごめん、危な。よし、鱗。終わるとこやったな。バッグがいっぱいだ。あ、間違えた。あ。これリセットいつから？左右シティ。あー、ヒンバス前。あ、探知機行ったで。オッケー。で、これで鱗ね。鱗、ね、はい、決定。はい、オッケー。はい、鱗でーす。あ、バッグがいっぱいだまで一緒やったわ。あ、そうやった。はい、オッケー。はい、オッケー。これでもう準備は完了ね。よっしゃ、やるぞ。よし。ここで捨ててたんやけど、もう時間かかってコイキングが連れ出してしもてん、ここ7時過ぎてな。うん、来い。あ、出た、みんな。え、変わってなかった。え、何これ。出るやん、出るやん。オッケーオッケー。ヒンバスマスにはコイキングも出るぞっていう新情報来たで。え、嘘な。なんでそれ言われるの。じゃあ何してたん、何してたんじゃん、今まで。とりあえず6匹、5匹ぐらい捕まえろ。そやな。何時リセットなんじゃ、結局ほんまは。確かに、じゃあ1日かな、丸。それか6時間とか。よし。オッケー、いやさすがに3、4匹捕まえたら俺やろ、1匹ぐらい。ノー天気。へぇ、指示じゃん。あ、いじっぱり来た。あ、これじゃない。なるほど。なるほど。あ、いじっぱり最悪な。はい、ずぶとい。控えめ、うっかり。おっとり、冷静。来た！おお、マジ？それじゃん。みんな来たわ。やるー。はい、来た。よし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 。一発いけてんじゃないの、もしかして。勇敢か。勇敢やったわ。ね、よーし、来たぞ。
よし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 。さあこいつがうまいこといかれへんか。穏やか。うっかりや。こっから当たりやって。え？スイちゃん当たりや。あ、当たり。あ、当たりです。あ、おめでとうございます。マジか。やったわ。負けた。ごめんな。マジかよ。それごめんな。おはようございます。おはようございます。あ、すごい。おはよう。どうも。一回チャンプロード入ってみよう。おお。あ、これやばそう。ドゴームや。ドゴーム、大声ポケモン。足を踏み鳴らしながら大声を出す。大声を出した後はしばらくの間何も聞こえなくなってしまうのが弱点。おお。ハリティアは突っ張りポケモン。太った体は筋肉の塊。ぐっと全身に力を込めると筋肉は岩と同じ硬さになるぞ。お、来た。あー、飴玉ずいぶん最初の方に捕まえたな。たあ。飴モース。目玉ポケモン。怒った表情の目玉模様が悲しそうに垂れ下がっているときは夕立ちの降り出す前兆と言われている。パスパスさあ、皆さんお待ちかねの思いでございますが、本日の会場は、はい、こちらです。なんとね、こちらの梅田門になっております。こちらにですね、お二方が登場されてポケモン交換をね、するということで非常に楽しみですね。すでにおもろいもって。あ、もしもし。もしもし、ね、聞こえます？聞こえます。はい、お疲れ様です。ちょっと今から別の場所に向かおうと思います。あ、なんかね、緑色の三角形があるとこやわ。緑色の三角形があるんだよ。うん。あ、スイちゃん、もしもし。はいはい。おととしか。うん。やったやん。おととしやったね。50倍ぐらいしとんねんけど。おととしの50倍の中で交換すんの？そう、めっちゃ多くない？ここ。めっちゃ多いんだけど。あ、この、かっぱば横丁っていうとこでしょ、それか。これでしょ。よりもっとこっちやった。かっぱ横丁どこなの？あー、なるほど、もっとか。神社がありますよ。神社がありますよ。神社？あ、このとこに神社あるんだね。あ、あ、あ、よし、行け。何してんねん、50倍の人のところで。何をしてんの？何をイチャイチャしてるんですか？ちょっと、そいちゃん逃がしたあかんやん。どこ？この時もういいの忘れてんけど、急に曲がったんや。この辺か。あー、この辺か。なるほどね。あった。ここか。うわお来近いな。あ、通信クラブいるやん。おお、通信ケーブルにトゲピーがくっついてる。かわいい。交換しますか、画面で。このね、ホタテ貝を2枚交換する。そのためだけにね、一人のね、男性が夜行バスで大阪に来てます。少々お待ちくださいよ、ね。上昇者にしたいけど、一回キャンセルするわ。ケーブルが使えないって言ってる人がいるらしいよ。嘘。
え、このケーブル、ケーブル対応したいかもよ。え、アドバンス同士だからね、うん、このケーブル、アドバンス対応してない可能性があるって。嘘？うん、ちょっとアドバンスよ、そのケーブル、はい、違うもん。あー、じゃあちょっと一回切るわ。うん、うん、やらかした。どうやらかした。はいはい。あ、もしもし。決定を事故をお伝えしようと思います。はい、どうぞ。一応あの二手に分かれて、僕は梅田の方で、ケーブルを探すと。なるほど。で、そいつさんは家にもしかしたらあるかもしれないから、一応家に帰って探してみるということだったので。なるほど。おお。あ、そのキッズたち持ってねえかな。いや、けどどう見ても DS で通信しますね。あのケーブルって言ったら挙動されると思います。そりゃそうだよね。おお、かわいいやん。おお、すごい。これはすごいですよ。通信ケーブル売ってます？あ、そう、疲れ見されたもっともっとなんですけど、通信ケーブルね。すいません、ちょっとお伺いしたかったんですけども、ポケットモンスターの通信交換に必要なケーブルって置いてたりしない？今やっちゃう、すみません。じゃあどうする？代わりになるものを探すか？探してるわ。うん。ああ！やったー！やったー！これだろう。じゃあしもちゃん、それお買い上げやな。これ？うん。1500円するよ。まあまあするな。まあまあすんな、おい。もしもし。はいはい。見てほしいのがあるんだけど、これってそうなのかな。違くね。このね、形はね、うん、ぴったりな。あ、そうなんや。色が違うって、青いやつやからそれ違うで。ケーブル持ってくわって、コメントがあった。あ、ほんと？持ってく？嘘。じゃあ梅田に行ってもらえる？本当かな。あと15分ぐらいで行きますやって。マジ？うん、本当なんですよ。家にあったやつだから使えるかわからんけど持ってくわ言ってて。あ、それだな。これやねんけど。うん。どうなって。うん。で、うん、それ違う？それ違うな。あ、ケーブル持ってくもん、もうすぐ着くぞやって。どうだ？どうだ？ケーブルマン。なんかちょっとおかしいっしょ。ケーブルマン。現場にケーブルを僕に渡そうと思って来てくれてる方。すいません、ゲームバイマンのケーブルを僕に渡そうと思っていらっしゃってる方。怖い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 。あ、見つけたって。え、嘘、どうも。あ、ケーブルマンいた。いや、どうも、こんにちは。ありがとうございます、ケーブルマンさん、本当に。今からじゃあ、そいつさん、聞こえますか、そいつさん。あ、じゃあ今から行くわ。じゃあさっきの萌衣の場所で、はい、萌衣の場所で、はい。あの、好きなポケモンだけ最後聞いて。ケーブルマンの好きなポケモンはじゃあ、クチート。クチート？俺やん。じゃあ、本当にありがとう、ケーブルマン。ありがとう、ケーブルマン。じゃあ、ね、バイバイ。じゃあわ、クチート好きそうやな。よし、さあケーブルマンのケーブルを使ってね。よし、いやー長かった。